はい、ナマステ。このビデオは第4週ですね、 JFND の第4週の2本目のビデオになります。はい、実際の授業の例をね、ご紹介していきたいと思います。はい、このコースでは、バイク用の地図が買えるっていうこういう CDS の、授業について、評価についてね、先週のビデオでご紹介しました。はい、でね、だけどバイク用の地図が買えるといっても、これとてもその簡単にはちょっと試験ができません、評価ができないので、ここに書いてある4つのね、4つの CDS にさらに小さく分けて、それをテストすることになりました。はい、1番、本屋の中で地図を置いてある、場所を、見つけることができる。2番、ツーリングする地方の地図を見つけることができる。3番、値段を知ることができる。4番、レジで支払い。この4つに分けましたね。それの一つ一つの、これに合格できるような、この評価を、もう一回見て、その評価に合格できるような事業について、ご紹介してみたいと思いますね。はい、まず最初は、本屋の中で地図を置いてある、場所を見つけられる。はい、この CDS ですね。まずね、この試験はどうだったか覚えてますか？はい、テストはね、評価はこんな感じです。本屋の中で地図を、ごめんなさい。上が CDS ですね。その試験としては、あなたは地図を探しています。どのセクションで、見つけることができますかっていう、こういう、テストにすれば、まあ、そのね、児童書とか地図とか雑誌とかコミックとか、その中で地図っていうのが、ここに行けばいいんだっていうのが分かれば、とりあえず本屋さんの中の地図を売っている場所に行けますよね。はい、でね、ちょっと著作権の問題で、これ少しね、画像を、絵をね、はっきりさせていない、ぼかしていますけど、まあ、こういう感じの、絵を、こういう感じの本物の地図ね、本物の地図を実際の授業で、見せるといいんじゃないかと思いますね。はい、多分もう日本語を勉強している人だったら、これがね、日本の地図だっていうことはわざわざ説明しなくてもわかるんじゃないかと思います。まあ、私もそのインド来る前からインドの地図見たら、あ、これインドだっていうふうに分かりましたし、少なくともヒンディー語を勉強している人だったらね、それはインドの地図見たらわかると思います。はい、なので、日本語を勉強している人だったら、多分日本の地図を見れば、これが日本の地図だということはわかると思うわけですね。それでね、この今、下の方をちょっと見てほしいんですけど、下の方に、こういうふうにはっきりね、マップオブジャパンって書いてありますね。マップオブジャパンって英語で書いてあります。はい、で、その上に、漢字で4文字、ありますよね。で、もちろんこれは最初は知らなくてもいいです。だけど、まあ、もしね、もしその人が、その学生さんが日本っていう漢字を分かっていたら、もう、じゃあマップに当たる、漢字がどれかはすぐに分かると思いますね。まあ、でもね、分からない、それが日本という漢字を知らない人ももちろんいるかもしれません。その時はね、次の画像も一緒に見せるといいと思います。はい、すみません、これもね、ぼやけているので、画像がぼやけているのでよく分からないんですけど、地図帳の表紙ですね。で、表紙を見ると、これが世界地図だっていうことは分かるようになっています。なんかインドが真ん中の方にあって、右の方に日本がありますね。はい、なので、さっきの、日本地図っていうのと、この世界地図帳ですね、この中で、同じ、漢字がありますよねっていうのを見せて、それで、それが、じゃあ、どの、漢字がその地図に当たるのか、それをですね、推測してもらうといいんじゃないかと思います。はい、それでもし推測できるようになったら、もう一回これですね、これを見せると、ここにもありますねというふうに言うといいと思います。でね、ここでこの漢字は地図と読みますとか言う必要は全くないです。聞かれたら、学生が質問したらそういうふうに答えてもいいですけど、質問しなかったら、これは地図と読みますよということは教えなくてもいいです。はい、
まあ、別に教えてはいけませんとは言いませんけど、教える必要はないですね。なんでかというと、それが発音できなくても、その地図を売っている場所、本屋さんの中で地図を売っている場所ね、そこに行くことができますよね。なので、その目的のためには別にこれが発音できなくても問題ないからですね。はい、でね、漢字の形としては、その地図のね、2番目の方が多分認識しやすい、すぐに覚えやすいと思います。なんでかというと、四角がありますよね。地図の図。地図の図は四角があるので、とっても覚えやすいと思います。地図の地の方はちょっとまだ、覚えにくいかもしれませんけど、でもこの2つが合わさって地図という意味だということが分かれば、それで十分です。はい、そしてさらにこの中にも地図っていう言葉がありますから、それも、もしね、同じ教室の中だったら指さしてもらうといいと思います。ここにありますってね、地図っていうのがね。はい、ね、これはまた別の、本屋さんにある、地図帳の表紙なんですけど、ここからも地図っていう漢字を、指さしてもらいましょう。はい、でね、でもう一回テストを、見せますけど、こういうふうにね、本屋の中で地図を置いてある場所を見つけることができる、この、4つの中でどれが地図か、もうこれだけあれば、この中の2番が地図に当たるというのが、指さして、答えられるんじゃないかと思います。で、この時もね、もちろんその、地図ですって口で言えなくても全然いいんです。まあ、英語だったらナンバー2とか答えられればいいですね。まあ、あるいは指さすだけでもいいけど、とにかくこの4つの中のどれが、地図なのか、それが分かれば大丈夫ですね。はい、で教え方の注意なんですけど、まあ、さっきね、ちょっと著作権の問題で、そのコピーライトね、コピーライトの問題で、実物の、写真をね、ちょっと変に、ぼやけた、ぼかした、写真を使いましたけど、できれば、実物を使った方がいいです。で、必ず未就語、つまり習っていない言葉ですね、それを入れなければいけません。ね、未就語は入れてもいいですよじゃないんです。未就語は入れなければいけません。なんでかっていうと、実際の行動中心アプローチでは、その知らない、ね、言葉、さっきのコミックとか雑誌とか、そういう知らない言葉の中で自分の必要な地図っていう言葉を見つけ出すっていうね、そういうことが必要なんですね。なので、自分の知っている言葉だけという状況は避けなければいけませんね。知らない言葉の中で自分の知っている言葉をだけを使ってその行動をする、それが行動中心アプローチです、はい、でそれから必要ないことは教えないということですね。その行動を取るために、その行動をするために必要なことを教えます。その行動をするには必要がないことは教える必要はありません。例えばその地図っていう漢字の、読み方っていうのは要するに、発音ですね。発音は必要ないですね、それから書き方ももちろん必要ないですよね、はい、あとさっき日本地図とか世界地図とかいろいろありましたけど、その日本とか世界っていう言葉ももちろん教える必要はありません。まあ、もちろんね、聞かれたら隠す必要はないです。聞かれたら教えてもいいで答えてもいいですけど、でもそれをわざわざこちらから教えて、試験に出ますよとか、そういうことは絶対に、する必要はありませんね。はい、はい、それからもう一個必要ない知識の例としては、似ている漢字ね、似ている漢字の中から正しい漢字を選ぶとか、これも全く必要ないです。なんでかっていうと、その本屋さんの中に、この1番とか3番のね、そんなこと書いてないですよ。はい。なので、その中から正しいものを選ぶなんていうことは、行動中心アプローチでは必要ありません。はい。じゃあね、これは2番目の、そうですね。はい、でね、すみません、もう一個ね、さっきね、やり方はごめんなさい、ストラテジーっていうのがあるんですけど、それはいくつかあっていいです。で、一番大事なことは、この行動中心アプローチで一番大事なのは、その本屋の中で、地図を置いてある場所を見つけることができるっていうことですよね。だから、必ず漢字を読まなければいけないというわけではないです。
まあそれがねもう忘れちゃった、どうしても覚えてない場合は店員に聞けるかどうか、あの日本語ね、日本語ですみません、地図はどこですかというふうに、日本語でもちろん質問するようなやり方でもいいです。そのどちらかですよね、店員に質問するか自分で見つけるか、それはあのいろいろなやり方があっていいと思うので、あのその場合はロールプレイで、それが質問できるか、そして店員さんがあの指さしたりした、あのあるいは言葉であの教えたところに行くことができるか、それを評価すればいいと思いますね。はい、じゃあ次のビデオは、すみません、あの次のビデオではこの2番目の、ツーリングする地方の地図を見つけることができる、これについてお話ししてみたいと思います。